はい、こんにちは、レトスノールです。今日は早速、本日の3問に入っていきます。A から土地を借りていた B が死亡し、借地であることを知らない相続人 C が、その土地を相続により取得したと考えて、利用していたとしても、C は B の借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない、丸かツかという問題です。 考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは×なんですけれども、ちょっと問題文確認します。まず B が死亡して、相続人 C がって書いてあるわけなので、C が B の相続人なんですね。だからイメージとしては、B が親で C が子、子供というような関係ですね。で、まあ、親が A さんから土地を借りていましたと。 で、A、B さん、親が死亡して C さんがまあ相続したという状況なんですね。で、賃貸借契約による占有っていうのは多種占有っていうんですね。これどういうことかっていうと、借りている人なので所有の意思を持っていないんですよ。つまり土地を借りているっていう意思を持って占有しているんですね。自分が所有しているという意思を持って占有はしていないということなんですよ。 ま、今回の問題は土地なんですけども、例えばアパートを借りている人を考えるともっとわかりやすいです。アパートを借りている人っていうのは、そのアパート、自分のもんだとは思ってませんよね。あくまでもアパートを借りていると。借りて住んでいるって思ってるはずなんですよ。だから、いくら占有を継続したとしても、所有権を自己取得することはありません。つまり、賃借人である B。まあ、今回で言うと土地の借り主は B さんですよね。まあ、先ほどの事例で言うと親ですよ。 は、借りている意思を持っているから、自己取得することはないんですね。所有権を自己取得することはありません。一方、相続人 C っていうのは、土地の賃貸借の当事者ではないんですね。死亡した B さんが土地を借りていたと知らない可能性もあるわけですよ。知らずに C さんが、この土地、自分のもんだと思って占有する可能性もあるわけです。 でこのように占有を開始した場合っていうのは、所有の意思があれば、取得事項の完成により所有権を取得することもあり得るんですね。まあ、これは判例です。この問題のポイントは、取得事項の要件の一つである、占有者は所有の意思を持っていること。これなんですね。もし所有の意思があれば、C さんは土地の所有権を事項によって取得する場合もあります。なので本、本問はツとなります。 この部分ですね。C さんは、えー、土地の所有権を時効で取得することはないって書いてありますね。だからこれはツだということです。時効取得する可能性もあるのでツです。で、問いにですね。賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務と合わせて、入居者募集の依頼を受けて、退職の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。丸か罰かという問題です。で、答えはツですね。 この管理業者っていうのは、宅建業の免許は必要です。管理業者だから免許は不要と飛びつかないこと、管理業者でも宅建業を行う場合は免許が必要なんですね。で、本門の管理業者っていうのは、宅建業、賃貸住宅の貸借の媒介を反復継続して営むって書いてありますよね。これは宅建業に当たるので、宅建業の免許が必要です。 で、この点についてきちんと理解したい方は個別指導で考え方をお伝えいたします。理解学習をして勉強した分だけもう実力を上げたいと、もし思っているのであればぜひ個別指導をご検討ください。今からであれば来年、えー、あなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強していきましょう。で、問いさんですね。福音3メートルの弦に存在する道で、 建築基準法適用のとき、現に建物が立ち並んでいれば、その道路は建築基準法上の道路である。丸かツかという問題ですね。え答えはツです。でまあ、これはですね、昨日の問題の類題なので解けないとダメですね。福員4メートル未満の道、福員というのは幅ですね。幅が4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものについては建築基準法上の道路になります。しかし、 特定行政庁の指定がなければその道っていうのは建築基準法上の道路にはならないんですね、まあ、実際に、えー、狭い道の奥に建物が建っている場合ってあるんですよでそういったところっていうのはその狭い道について特定行政庁が指定することで建築基準法上の道路とみなされるんですねでその結果建物を建てることができるわけなんですよ、まあ、基本的に 4m ーー未満の狭い道に接していてもその道が特定行政庁の指定を受けていないと 建築基準法上の道路と見なされないので建物を建てること、まあ、建て替えとかですね、はできないです。なので建物を建てる際に、えー、接動している、つまりまあ接している道路が建築基準法上の道路かどうなのか、それはすごく重要だということなんですね。もし建築基準法上の道路に接していなければ建て替えができないので、そんな土地買ったとしても建物建てれないということになるわけなんでね、まあ、非常に重要だと、まあ、いうことになります。 今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今日も一日頑張っていきましょう。レトスのオ野でした。